はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、本日も引き続き、翔平対外試合の後の、グローブ撮影をさせていただくんですけれども、今日はね、ちょっと、はい、今回は GS に絞って。わかりました。今日何個持ってるんですか？今日は4つ持ってきました。ほう、そんな GS ユーザーの、方に絞って紹介していこうと思います。じゃあ、お名前をお願いします。ホッシーです。ホッシーさん。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日4つ、はい、オール全て含めて4つですか？全部含めて4つです。おー、今日全部持ってきてください。はい、まあ、後日僕いるしと。そうですね、せっかく呼ばれたんで、せっかくなら持ってこようかなと思って。はいはいはい、はい、じゃあ今、せっかくもう手に持ってるので、はい、それ1個目紹介していただいても大丈夫ですか？はい、わかりました。はい、内野手用の当てはさみ型5ミリアップ。おー、当てはさみの5ミリアップ。はい、ってなるとちょっと一応コンパクトめになるのかな、まあ、普通ぐらいですか、ね、ちょっと大きくした、はい、でカラーリングがライムイ、レモンイエローとスカイブルー。綺麗な配色だな。ラベルに合わせてこれは作りました。はいはいはい、なるほどです。これこだわりは？こだわりは、まあ、特にないんですけど、うん、これ実は走れ大井チャンネルのプレゼント企画で当たったグローブで、それをきっかけにいろんなグローブを買っていきました。あ、じゃあこれが初代？初代です。 1代目。なるほどなるほど、はい、しっとりさとかどうですか？あ、もう完璧。はめた瞬間からこれを作ってから、はい、もう GS に惹かれて残り3つを購入した感じですね。なるほど。これは、プレゼントオーダープレゼント券 の、ね、の企画のやつですよね。そうですね、月に1人だけの、オーダーが当たったって感じです。なるほど、はい、そこからもうどっぷり GS を沼に沼にはまりました。じゃなきゃ4個も買わないですね。4個も買わないですやっぱそれだけ物がいいってことですけどね。そうですね、もう完璧です。なるほど、こだわりが詰まってる。それ型としてはどんな片付けで？しっかり開いてるのと、はい、まあ、自分のポケットがもう真ん中と、うん、ウェブ下、大井さんどっちかというと薬指の方に当てるんですけど、自分はもう真ん中とウェブ下に。ちょっと縦目？縦目ですね。全くハサミとかもせず親指もしっかりと動くような、動くような形でパカパカっす、パカパカに作りました。伸ばしたら外野主要になりそうな。あ、そんな感じです。え、片付け自身、片付けは？片付けはもう大井さんがガイド片付けして、はいはい、でそこから自分なりにこうちょっと使っていったら自分の形になったって形です。はいはいはい。じゃ関節を大井さんに作ってもらってぐらいの感じでいいのか。そうですね、はい。じゃあこれがね、沼にはまってグローブと1台ということで、はい、じゃあちょっと次作ったやつ。わかりました。はい、これが2個目に作ったやつで、型としては当てはさみ5ミリアップはい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 の、ウェブだけ違う形になります。もう俺これ見た瞬間、なんか2007年とか2008年の西武の中島ひろゆき選手モデルっぽいなって、もう見た瞬間ずっと思ってて。そうです、もうプロ野球選手をイメージして、これが限定の革、はいはいはい、のナチュラルっていう革で、それを出た時にもうすぐ買おうって思って、おすぐオーダーしました。あー、やばいな。で、薬指リングがついてるんですよね。はい、で、ウェブにエッジがついてる。エッジ付きのウェブに、あとはみ出しカット。あー、はいはいはい、はみ出しカットが。やっぱストレスないですか？全然ないです。あ、どうぞ。あ、いいですか？はい、ちょっとはめさせていただきます。失礼します。あ、滑らか。そうなんですよ。こうやっぱ当たるのが嫌だ、の1台目が当たるのがちょっと嫌だったんで、はいはいはい、試しにできますかってことで伝えたら、何でもできるってことで。すげえな、やっぱすげえな、はい、薬指リングがあるからフィット感はえぐいっすね。そうですね、自分手がちっちゃいんで、うん、その1台目のつけなんかちょっとブカブカになっちゃったところがあるんで、はいはいはい、今回はつけようと思って。そこでカバーしてくる、はい、なるほどです。こだわりは？こだわりは、まあ、1台目と違ってどっちかというと本当ウェブ下1箇所で使う感じで作りました。じゃあちょっとこっち側の指の閉じの方が強いのかな。そうですね、小指側の方がこうしっかりくるような形で、親指に、小指と親指が連動じゃなくて小指がこっち、はい、こういう形で最後親指で閉じる。親指はあんまり効きはしない、少しぐらい。あ、効きはしますけど、あの1個目よりかは効かないような形になって。結構あれですよ、1個目も2個目もですけど、ちょっと親指曲げてますよね、外に。そうですね、やっぱ開かないグローブは取れないんで、うんうん、丸まってるグローブは取れないっていう自分のあれがあるんで、はいはいはい、基本的に親指と小指は広げて作ってます。これ革質はどうですか？革質はもう全部完璧ですね。これも完璧です。やっぱ限定の革だったんで。そうですよね、はい、やっぱ染色が少ないですもんね、なおかつ。そうですね、この色だと、はい、ほぼ天然の色に近いというか。そうですね。いや、マジでかっこいいっすね、はい、いや、もう今日だから見てた時にやべえ、これで西武時代の中島だと思って今回の試合がもう初出しだね。おー、はい、でも2個目に手に入れたやつですよね。そうです。が初出し？初出しです。結構最近ですか、それ？これは1ヶ月ぐらい前に受け取って
はい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 、自分なりに、もう片付けして、もう今日せっかくだから使おうと、えぐいえぐいえぐい、はい、早急に仕上げてきました。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとまた次ですね、次3つ目いいですか。3つ目、はい、はい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 、次は打って変わってめちゃくちゃ派ですね。そうですね、大井さんに憧れて、もう全く大井さんと同じ型、はいはいはい、同じモデル、同じウェブを意識して、色だけが、色だけじゃなくても形ですね。あで色は自分なりに、この限定ラベル紫と薄ピンク、はいはいはい、これがモンタナスポーツ限定ラベル流行らせたいって言ってました。そうですね、これができた時に、はい、もう速攻これに合うグローブをオーダーしようと思って作りました。なるほど、本体が赤ですよね。それ赤です、レッドです。全く純粋なレッドか。純粋なレッドです、ワンピースで。あとはもう同じ、さっきと同じように薬指リングとはみ出しカット。はい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 、これ紐は黒じゃない、黒紐はネイビーです。ですよね、平裏もネイビーです。そう、若干黒じゃないなと思って、おしゃれだなって。そうです、1個目2個目は平裏ブラックだったんで、うん、あえてこれはネイビーで。はいはい、やっぱちょっと強いですか、色が黒いと。そうですね、これはやっぱ結構しっとり、うん、軟式、これだけ軟式用なんですけど、これはすごいしっとりして、はい、失礼します。あー、なるほど。そうですね、膝割りいい。そうなんです、マジで、はい、さらっとさらっとしっとりというか。そうですね、なんか変なベタつきもなく、重さもなく。そうですね、でもある程度のそのしっとり感っていうのが。そうです、はい、保たれて、うわ、これは完璧です、やばいですね、はい、これちょっと親指狭めですか。親指はそうですね、狭く、まあもともと狭かったんで、ちょっと自分で紐を締めて、これは親指をちょっとフィットさせようかなと。はいはい、親指を締めました。肩としてはもう全く大井さんの肩から、まあ、また自分がお片付けしてという形で。これかっこいいな。これやばいっす、ね、これ親指の刺繍もちょっと見せていただきたいんですけど、はい、黄色と金か、ゴールドとオレンジ。いやー、なそこでね、また赤とちょっと外してくるんだけど、近い色使ってるっていうのがね。そうっす、もう壁に刺さる俺の。ありがとうございます。まださらにワンピースっていうのもね。そうっすね、やっぱ大井さんが推してたんで、はいはいはい、まあ2個持ってるからにはちょっと作らなきゃまあ強いですからね、ワンピースって、はい、強いだけにも対応できますし、はい、もう僕ら世代でいうと西選手とか荒木選手が使ってたので。そうですね、ドハマりします。これはこれはもう最高で、大井さんがハマる理由が分かります。うん、これって最後じゃないですもんね。もう一個あるんですよね。もう一個あります。じゃあもう一個、はい、ラストですね。ラストです。はぁなんで外野手用っていう。まあ外野手を守る機会があるので、あ、まあ、1個持っときたいなと思って、公式定番のキャラメル、はい、のゴリスポ一押しのダブルクロスのやつを、ね、購入させていただきました。まあ、使ってますもんね、はい、やっぱウェブ違うもんですか。あ、違いますね。やっぱこうしっかりこうボールがはまるっていう、片付けももちろんなんですけど、やっぱしっかり指先まで取れるのウェブでもしっかりかっちりはまるっていう感覚で、はいはいはい、結構指先が強い、使ってる中ではイメージがあったなっていう形ですね。で、背面紐同士もされてるので、はい、そこも補強というか、まあ、強さも出てくるかなっていう。そうですね、はい、オリジン2本でゴリスポ片付けのちょっとひねりで、はい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 、作られてる。ちょっとひねりの外野仕様って絶対に掴めますもん。もう完全にもう入ったら離さないですね、完全に。だからそれね、翔平 TV だと掴んだら離さないっていう。あー、なるほど、はい、でもそれぴったり。ちょっとひねりの方が力入れやすいですよね。そうですね、パカパカだとちょっとこうやっぱ閉じづらいっていうのイメージあったんで、そしたらゴリスポがひねりの方がいいんじゃないって話で。まあ人間の指の構造上こうよりかはこうですからね。そうですね、ってことでグッパーの方が、はい、まあ、そこはやっぱゴリスポ君分かってるよ。そうですね、さすがプロだな。さすがだなって思いました。店員さんですからね。まあそうですね、代表ですから。店員さんだし代表だし。そうですね、えげつないですよ。はい、あ、こだわりはもうこれは完全にゴリスポの任せで、ゴリスポ仕上げでやらせていただいてっていうのが、まあ手に合うってことですもんね。そうですね、もうこれはもう完全にそのものが合いました。それが一番。はい、いやー、4つも持ってんだもんな。それで4つ持ってきちゃうんだもんな今日。そうですね、撮影するかなと思って。ありがとうございます。一応持ってきました。ありがとうございます、はいまあ、ということでね、今日もしかしたらね、ゴリスポ君が来てたから来てくれたっていうのもあるかもしれないですけど、今後ね、まあ、そうですね、普通にあのなくてもぜひ紹介です。そうですね、これを機に、はい、呼んだらいつでも来ますね。仕事が合えばぜひぜひ、はい、今日多分楽しんでいただけたと思うので、はい、そうです、楽しかったです。次回以降もぜひ。はい、わかりました。その時にまた GS 増えてたらね。そうですね、増えてたらいいですね、はい、もしかしたら増えてる可能性もあるので、はい、その時はまた新しく撮らせていただければ。わかりました。思います。はい、はい、本日はありがとうございました。はい。
はい、ということで、本日は GS にね特化してグローブ紹介の方をさせていただきました。走れ大井チャンネル水ゴリスポさんの YouTube チャンネルの概要欄にありますので、 GS のインスタもありますのでチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。よろしくお願いします。それではアイシャーン、イエーイ、イエーイ、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。